いや、真ん中行けない、たまには。いや、いいよ。俺、いつも真ん中行くから。いや、いいよ、お前、端っこになんかいつもだから、はい、出た出たみたいな反応してっか、いいよ。ちょっと真ん中で。いや、出た真ん中やって。出た出たよ、まあ。前回のサブチャンネルで、うん、あみだくじでハイブランド買ったわけなんですけれども、こちらがもうみんな届きましたということで、一個一個発表していきましょう。おい、僕買ったらね、こちらナイキのシューズですね。おー、こちらでございます。来た。いや、いい、ジョーダン。いや、いや、いいとかいいじゃん、いいやん。はい、なんかレトロ感出てるね。こちらですね、はい、見えるかな。で、ここね、シワがあるんですよ、わざと。あ、ほんとだ。そう、これが味出てるんですよね、めっちゃ。なんかこだわりすごい。ここにシワあるわけですよね、うん、この皮の部分は、はい、ここはもう全くないんですよ、うん、素材が全然違うね。そう、ほら、全くない。ほんとだ。うわ、おしゃれ。ちょっとあ、トゥーの方なんもないね。うん、おしゃれっすね。トゥー、ヒールはあるけどトゥーないね、別に。なるほどね。ヒールはシワあるけどトゥーはない。トゥーはない。でもなんだろう、なんかさ、ネットショッピングって結構来てさ、見て、うん、あ、違うなとか、なんかちょっとマイナスの時あるじゃん。うん、あ、あるあるある。俺、良かったなと思って、逆に。なん画像で見るより、そう。確かに画像よりもかっこいいから、ね、画像よりそう、うん、味があっていいなと思う、うん、そう、現物見てない割にはね。そう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 、リボンラッパーにしたいから、うん、もうずーっとあの KRKC っていうブランド見て、うん、見てたの。なんかジュエリーブランドみたいな。もうリボンにどれつけてるかみたいな。あ、ゴリゴリのやつ。リボンにあや探してたんだね、正義のプライベートに介入しつつある。なるほど。お前、いや、ほんと暇すぎて、たつきと京平とリボンに電話して、うん、なんかこの中何欲しいっつって、うん、なんかもう送りつけようかなと思うぐらい。暇だな。すごい暇。そう、もう暇すぎて、うん、暇やすぎだ。そう、ちょっともう喜んでほしいなみたいな。いや、喜ぶよ。状態にまでも来てるわけですよ、こっちは。お値段が、3万5千円とかぐらいかな。はいはいはい、はい、こちらですね。いや、これめっちゃ楽しみなんだよな。うわ、ちょっと待って、俺これ、今ね、ちょっと物欲が冷めてるとか言ってるんでね、皆さんを刺激しようと思います。来た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 、起爆剤だ、起爆剤、起爆剤オープン。うわー、すごい、かっけー、かっけー。いや、すごいな。待ってくれ、これ俺欲しかったんだよね。あ、そうだ、俺これこちらです。はい、緑とオレンジっていいな。サンプルって書いてますね。サンプル、布がついてて、で、緑の紐に、オフホワイトのロゴありまして、このタグですね。出た。マジずるい。これ俺、このオレンジが可愛いのよね。かっこいい。このオレンジがまた蛍光の、そう、オレンジとね、緑って斬新だよね。めっちゃこれが合うんですよ、実は。人参以外使わない色合いだから。いや、ただかっこいい。人参がかっこいいですよ、これは。そうなんですよね、白と合わせるのはなかなかないっていう、うん、ハイカットやばいね、やっぱやばいっしょ。え、やば、超いいよ。お前、こんなの前から歩いてきてみん。かっけー。いや、俺歩き方が足しかね。テクテクしすぎ、テクテクしすぎ。これもね、あの、大切にしてると履かなくなるので、うん、大切ちゃんと中身はもう取り出しておきます。そうよね、コレクションじゃなくてね、ちゃんと履いてください。あるあるあるなんで。そういう癖や。飾るだけみたいな。そうそうそう。何を入れるのかわかんない。靴入れるのか。履かないとついてこない。これいくらぐらい。これは、7万ぐらいですね。7万。本物は8万とか9万とか、うん、うん、おー、するね、8万するね。これ欲しかった、それ。いや、もうみんながね、渋ってるから行かしてもらいましたよ。いやー、行けばよかったー。行けばよかったー。ちゃんと起爆剤だったっけ。2位の、はい、あつきさん、はい、なんと3アイテム買ったということで。ね、あ、そうだったな。というだけふざけてるやつ。おー、すごいな。オフホワイトのパンツ。うわこれ足元、裏のね、足元。しびー。後ろにこれがついてるのがまたね、すごい渋いんですよ。こんな感じっすよ。いやいや、見せ方おかしいだろ。そうやって見せるやついないから、下を。こうなんですよ、初めて見た。いや、いいね、足の裏だ。いや、すげえ。あ、こっちふくらはぎの方。そう、ふくらはぎ。存在感がね。なるほどね、前じゃないに、後ろで見せていくんでね。こういう着こなし、まあまあありじゃん。なしだ。気持ち悪い。前しか成り立ってないからね。どういう着こなしだ。タオルみたいになってる。ノースウェスト、シュプード、バック。あ、これもない。ここに書いてあるんだよな、ロゴ。ゴールドね。うん、ギラギラだな。まあ、これはおまけですわ。おまけではないけど。おまけですね。おまけだ。いや、ポーチ欲しかったよ、ちょうどこう。俺も3万ぐらいするわけでしょ。いや、結局追加料金取られて4万ぐらいした。けえな。
高えな追加料金そうスプロースのコラボねだからこの色があんまないんだってあ、そうなのまあまあまあ便利なギャップでーすあ、ここ黄色ついてんだそうね、ね、これいいねこれ自分だと話しにくいだろうから、うん、こいつのあの爆買いエピソード話してあげると、はい、あの間違えて子供用買ってなんか知り合いの子供にあげてましたこれネットの怖いとこだよよく見なよちゃんとキッズでしたからそうね、ね、安いと思ったよね違いあるんだよなんかねそうあんのよでなんか本当はここに目があったのねでもこれないのこれ大人なおうそうちびっこ用にあってなんかそれかっこいいみたいな感じで買ってさらっと 2,3 万を出費する2,3 万なくなってこれ4万7歳で7万あーそう結構かかるだから最初9万とか言ってたのになんか12万ぐらいかかったいや12万いってるこれでやばどれが欲しいこんな感じ俺帽子俺オフはおお俺これかなあ、みんなバラバラバラけたバラけたみんなバラバラあ、うん、俺帽子あみんなバラバラおじゃあ意外と俺センスあったわえセンス抜群やついやもう抜群でしょいやナイスショッピングイエーイイエーイナンバーワンナンバーワン来ましたこれ今回の企画で一番金を使った男こちらですちなみにね、一応ね申しときますけど、こちらサブチャンネルとなっておりますはいメインの爆買いではございませんほんとだよ、はい、ついにね、サブチャンネルでこういうことするようになりましたいや、行きますよはいやばいジージャンですおぉえぐいてこんな感じかな、まずは聞いてみますえぐいて偽物やん偽物じゃねえんだよこれな違うんす見てみこれほらちゃんとねバーバリーロンドンイングランド完璧なタグですそうそうおもう愛のね愛の愛の商品紹介じゃじゃんこのね何がいいってねこのバーバリーねホースフェリーっていうこのね赤文字がいいんだよねこれねそうバーバリーのこれ住所なんだよこれそうでこれ後ろは何もないのでジージャンで後ろが何もないって結構珍しいんだよねそうだジージャンって大体インパクターの背中だよねそうそう大体背中なんだけどこのねバーバリーのジージャンは前が強いんですよ後ろここだけだもんねちょっと何もなくないじゃんそう嘘ついていや何もなくないよ嘘じゃんいや違う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 よ後ろもありますけども前の方がやっぱ強くなってるああなるほどねでそう俺これ半年前から欲しくてただちょっと高かったんだよねやっぱりどうしてもでもやっぱ聞くということでバチコン行って買ってしまいましたいやどう全員頭どうかしたからねサイズ感も超ぴったりで破壊力えぐこんなこんなうわぁすげぇおいめちゃくっこいい俺結構ね似合うのよジグちゃん意外と意外とねジグちゃんのイメージあるんだそうそうそう昔の共演だもんこれそう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 上位互換あこれそう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 俺実際これ現地行って試着してサイズもちゃんとバチバチできましたすごいなやっぱり現地行きました抜かりないなそうですねかっけえでも普通にやっぱアイテムは破壊力やばいアイテムはってないワーつけんなワーつけんなワーねまあちなみに言うとこれは13万5000円でしたやーばーそうそう一人だけもうすごい1枚ワンアイテムでいやもうで全然悔いなし超幸せだもん今っていやー成長しましたね僕らもいやこう考えたらね2年前のメインの金額1人で超えてますよこれそうだよねほぼ全員分の金額超えてたもんこれでこれ合計いくら4人で13、35とかですね 35! サブですかサブサブだぞこれやばいなメインの時より高いの買ってんじゃん確かに俺過去一だもん確かにサブで過去一買うやついる過去一そうだそう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 でしょすごいなお前ちなみにあのドレミの歌で5万円以下のあはいはいあの罰ゲーム付きやってたんですよ俺買ったんすよおう買ったんすかインスタで紹介するって言ったけど俺買ったのこれなのよ財布早く出しちゃったそう財布だからインスタに載せるっていうあれでもないっていうルータンの財布すマジお前行きましたやばいってこれめっちゃかっけえやんこれはたつきさんの財布らしいですねイエーイやっと買ったよえぐなんか思い出あるとか言ってねあの逃げてたんだけどうわついに買っちまったついに48,000円マイファーストルブタンマイファーストルブタンマイファーストルブタンおお次回靴編靴は結構いけるよでも靴は買うって名言してるから俺は僕絶対買うから皆さんに高評価たくさん押していただいてそうまた第2回できるようにはい
したいですね。まあ別に押さなくてもやるんですけど。どうせどうせやるか。プライベートでやるのか、うん、シェアするのかっていう、そうところですね。インスタの皆さん載せると思いますので、はい、この4人のインスタ概要欄載せておきますのでチェックしてみてください。お願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。それでは、次の爆買いでお会いしましょう。バイビー。バイビー。これサムだからね。